前回のあらすじ、モンブランは CPU をペルチェソシで冷やすという余計なことを思いつき、考えているうちになぜだか電源を作って調整するという面倒くさい計画を立てて実行するのであった。どうもこんにちは、モンブランです。今回は前回作成した電源の動作確認とペルチェ素子の動作を確認しようと思います。電源回路とペルチェ素子、どちらも正しく動作してくれると嬉しいです。ペルチェ素子はギボシをつけただけですが、電源回路は十分チェックしたとはいえ、自作ですからミスっていて動かないとか、いきなり壊れるなんてことがないか不安。動いたら嬉しいが、壊れたら壊れたで動画的には面白いのかもしれませんが、まずは動作確認していきましょう。自作した電源 DC-DC コンバータの動作を確認します。 ATX 電源につなぐ前に裏面のネジを絶縁処理しておきます。最終的に PC ケースに入れるので、マザーボードなどに触れても大丈夫なように処理します。グルーガンでホットボンドを塗り塗り、絶縁処理完了。 ATX 電源に接続します。電源投入。何事もなく電圧が出力されました。使用したスイッチングレギュレーターが電力消費するという前提で、 1V から 9V の範囲で出力するように作ったつもり、全然消費しないみたいで、最低にして 4.5V、 最高で 11.9V 出力されました。入力電圧 12V なのでほぼ電圧効果なし。テスターで測りながら最低値から 1V 間隔でボリュームにメモリをつけておきました。メモリの文字が小さすぎですね、見づらい。続いてペルチェ素子の動作を確認します。ヒートシンクにはレイスプリズムクーラーを使用します。 CPU グリスを塗ってヒートシンクに貼り付け固定し温度を測ります。おっと待てよ、どっちが放熱面になるんだ。製品に説明書きがなかったので分かりません。とりあえず電気を流してみて温度を測ります。まず常温でペルチェ素子とヒートシンクの温度を測定しておきます。ペルチェ素子は 28.9 度、ヒートシンクは 28.7 度。測定誤差プラスマイナス 1.5 度の温度計なので、誤差を考慮するとほぼ同じ温度みたい。電源オン。なんだ測定球。 61.2 度、逆じゃん。貼り付け向きを間違えました。逆向きに貼り付けし直します。どうもこの製品は赤い線に電圧をかけると文字印字側が吸熱側になるようです。復旧しました。再び電源オン。ペルチェ素子が壊れていないことを祈ります。マイナス 3.2 度、とりあえず壊れていないようです。っていうかものすごく冷えるんですね、これ。最初が 28.4 度だったので10度とか5度とかになると思ったんですが、いきなり氷点下、びっくり。ヒートシンクは 33.4 度、冷やしきれているようなのでこのまま進めます。では条件を整えて特性を確認します。室温 22.5 度、湿度 33%、 露天温度は4度から5度、最低電圧から 1V 刻みでペルチェ素子の温度を測定していきます。最低電圧の 4.5V でマイナス 4.7 度、何も取り付けなかったら結露します。CPU を取り付けたら表面温度が上がって結露しないことを祈ります。電圧を上げて測定を繰り返していきます。一通り測定しました。マイナス20度以下になりました。さすがに結露というか凍りついて霜になってます。こんなの CPU に取り付けて大丈夫なのか。結果をまとめました。計算上今回の自作電源では 9V で最大電流の
3アンペアに達するため、それ以上電圧を上げても電流値は上がりません。9ボルト以降はマイナス22度前後で安定するようです。ペルチェ素子を使ったことがないので、この表面温度をどのように捉えるのか分かりません。素直に取り付けたワークの温度を22度下げると解釈していいのでしょうか。取り付け予定の Ryzen 9 3950X は全コアに負荷をかけると 77.4 度になります。この CPU とヒートシンクの間にペルチェを入れ込みます。素直に今回測定した温度分 CPU の熱を移動させると考えると、全コアに負荷を与えて60度を下回るのは 8V 前後となります。どうなんだろう。この温度なら結露しないでしょう。熱が移動してくるのでペルチェの表面温度も上がるはずなので、結露対策必要ないかも。ちょっとわからないので何かしら対策はしようと思います。それよりも発熱量が大きいです。 Ryzen 9は TDP105W、 それにペルチェの消費電力を足します。合計 126.6W。 インテル Core i9-9900KS がTDP127W なので、現在の簡易水冷クーラーでギリギリ冷やせるかもしれない。 CPU クーラーが貧弱だとペルチェがどんなに動いても放熱しないので下がらないという結果もありそうです。やってみないとわからない。やってみましょう。今回は前回自作した電源の動作確認とペルチェ素子の動作確認、特性確認を行いました。今のところは CPU をとても冷やせる雰囲気がしますね。取り付けるのが楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。